カイオルーカス・フェルナンデスは、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手。アラビアンガルフリーグ、シャールジャ FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。2011年、千葉国際高等学校に留学。当時のチームメイトには後に、カシマ・アントラーズでも、チームメイトとなるブエノがいた。2014年、カシマ・アントラーズに、C 契約で加入し、 4月6日の J1 第6節、G 大阪戦でプロ初ゴールを挙げた。9月27日の第26節、徳島戦では2得点を挙げ、クラブの高卒シーズン公式戦最多通算得点を更新。12月9日の J リーグアウォーズで、外国籍選手としては、史上初となる J リーグベストヤングプレイヤー賞を受賞した。二千十五年、ファーストステージはスタメンに定着し、 出場を重ねた。セカンドステージに入り、第3節終了後に監督が、トニーニョセレーゾから石井正忠に交代してからは、先発出場の機会こそ減ったものの、スーパーサブ的な役割として活躍した。最終的には、リーグ戦32試合に出場し10得点3、アシストを記録。自身にとって、初のシーズン2桁得点をマークし、 チーム内での得点王となった。J リーグ山崎ナビスコカップ決勝では途中、出場から試合を決定づける3点目を決め3年ぶり6回目の優勝に貢献した。2016年7月、UAE のアルアイニへ完全移籍した。2019年6月27日、ポルトガルのベンフィカへ完全移籍した。契約は2023年までの4年間。 2020年1月23日、UAE のシャールジャ FC が1年半の期限付き遺跡で獲得した。レンタル期間は2021年6月末まで。卓越した技術を持つアタッカーである。得意の切れ味鋭いドリブルはスピードに加え、173cm と小柄ではあるものの相手の接触を弾き返す、強靭さも合わせ持つ。前述の得点力。 テクニックからドリブラーとして注目されることが多いが、ボールキープして、ためを作ることもできる。ありがとうございます。